昼食はフランスの画家クロード・モネによる絵画である。同名の作品が2点確認されている。1868年に描かれた作品。1873年に描かれた作品。昼食はモネがエトルタに滞在していた1868年に描いた作品である。縦 231.5cm、横 151.5cm の大きさを持つ。 フランクフルトアムマインの指定デル美術館に所蔵されている。本作は1870年にパリで開かれた観点に出展されたが、あまりにも急進的であるとみなされたために落選した。本作は、ひなげしや、印象、日の出やキャピュシーヌ大通りなどとともに、1874年の第一回印象派展に出展された。当時、肖像画のかに、 崇高な主題を扱った絵画が主流であったのに対し、本作には日常生活のプライベートな光景が描かれている。テーブルの向こう側に座っているのは1870年にモネの妻になる神家と息子のジャンであり、反対側の誰も座っていない席はモネの席である。画面の左側に描かれている訪問客の女性は窓にもたれかかっている。画面の奥では メイドが食器棚の扉を開けている。画面手前の床にはおもちゃが散らばっている。昼食はモネが1873年に描いた作品である。縦1 6 0 0トル横2 0 1 0トルの大きさを持つ。本作は装飾パネルというタイトルで1876年の第2回印象派展に出展された。1878年に ギュスターブカイユボットが購入する。1894年国家に依存される。1929年にルーブル美術館の所蔵品となる。1986年からオルセイ美術館に所蔵されている。画面左下には帽子をかぶったジャンが木によって作られた日陰の中に座り、木でできたおもちゃで遊んでいる様子が描かれている。帽子は 赤色のリボンと縁取りのついた麦わら帽子であり、1873年のひなげしや、1875年の散歩、日傘を差す女性に描かれたものと同じものである。回遊ボット、昼食画面手前には T ワゴンが描かれており、画面奥の右側には女性の姿が描かれている。テーブルには部分的に食べ物が残っている。木の枝には帽子がかけられており、 ベンチの上には日傘やカバンが置かれたままになっている。神戸大学のカメラ秋介は1873年の作品は同じ主題で描かれている1868年の作品と比較して人物の配置によってすぐに食事の情景であると認識することが困難である。点で得意性を備えている1873年の作品は画面が明るく 屋外での食事の前からとの光景を描いているのに、大使、ギュスターブカイユボットが1876年に描いた昼食は画面が暗く、屋内での食事の最中の光景を描いているという点で対象を成しているとの胸を述べている。ありがとうございます。